はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラタラジオ第277回でございます。今回はね、再生回数 VS こだわりというテーマで喋っていって、で、この感じどうですかっていうのはね、話のちょっと本編の中で触れます。で、テトリスブームっていうのは、まあ、そのまんまだよね。そう、まあ、テトリスが今ブームなんです、俺のね。実はまあ、そっち先に話そうか。このとある男が授業をしてみたっていうチャンネル以外にもう一個チャンネルがあって、実はね、とある男が息抜きしてみたっていう、まあサブチャンなんだけど、で、主にゲーム実況ずっとやってて、で、今ね、ゲームする時間がなかなか取れないからさ、ずっと投稿してたゲーム全然投稿できなくなっちゃったんだけど、まあもうゲーム自体できなくなっちゃったんだけど、で、任天堂スイッチにね、テトリス、あれね、99から99かな、まあ、っていうオンラインでね、100人で対決するっていうテトリスゲームがあって、もしかしたら結構いろんな YouTuber さんがやってるから見たことあるかもしれないんだけど、それがすごく好きで今。と、別に全然テトリスやってましたとかじゃないんだよ。素人なんだけど。で、それを生放送で今2回かなやってるんで、まあ、もしね、興味あったらそのチャンネルの方見てみてください。アーカイブ残ってるんで、まあ、生放送もタイミングあったらね、来てくれると嬉しいですね。まあ、そんなこんなで息抜きでね、まあ、テトリスをやってますと。すげえ楽しいの。テトリス今。そう、すごく楽しくて。そう、まあ、そんなのあるんですが、で、今回の本編に関しては、まあ、再生回数 VS こだわりっていうところで、まあ、ざっくり言うとね、自分も YouTube、まあ、みんなもさ、何かの、まあ、ことで、こだわりって、ま、持ってると思うんだよ。で、自分も YouTube の動画に関してはこだわりがやっぱいろいろあるんですけど、でも、こだわりってすごく大事なんだけど、固執しすぎると、それが自分の成長の妨げになる。とは、やっぱり思ってるの。そこは気をつけなきゃいけない。みんなもね、そう同じで気をつけなきゃいけないなと思っていて。で、YouTube の編集で、こうやった方が再生回数が伸びますよとか、みんなに動画をたくさん見てもらえますよっていうのがあるわけよ。で、その一つとして、自分、勉強動画以外に顔出しでみんなの相談に答えたりとか、何かのテーマを決めて喋るみたいな動画を結構撮ってるんですけど、で、そのね、トーク動画、喋る動画っていうのは、基本的に編集をぶつ切りにした方が、見やすいんですよね。まあ、いろんな YouTuber さんやってるけど、例えば、なんだろう、指の子だとも、はじめさんね、とか、ヒカルさんか。まあ、あの辺がすごい、まあ、顕著かな。うん。トントントンって、切ってるからさ、すごいテンポよく見ることができるんだよね。で、当然、その方が、自分もちょこっとしたことがあるんだけど、そこまでぶつ切りにしてないけどね。切った方が、テロップを入れたりした方が、再生維持時間。つまり、例えば10分の動画だとしても、長い時間見てもらえるんだよね、平均的に。それはね、分かってると、数字で出てるから。で、そうした方がいいんじゃないですかって、この前たまたまね、Google の社員さんと、一緒にご飯食べる機会があって、そこでもね、言っていただいたんですけど、本当におっしゃる通りなわけですよ。だから自分もね、そういう風にした方がたくさんの方に見てもらえるかもしれないし、長い時間見てもらえる可能性もある。そうすることによって自分の収益も上がるみたいな、おメリットいっぱいじゃんっていう感じがするんですけど、うんっていうとこあるわけで、それがまあこだわりなんだけどね。まあ、自分がさ、その喋ってる動画っていうのは、例えば何かを検証してみましたとか、商品レビューですとか、ちょっと楽しいことやってみましたみたいなものではないわけよ。相談に答えても、基本的に本当真面目な話が多いから、だからこそ、見やすい動画じゃなくって、伝わる動画になってほしいんだよね。まあ、数は多くないよ。うん。実際数字見たとこでも、例えば5分喋っても2分とか1分半とかしか見てもらえないものばっかりだから、よくないんだよね。本当は YouTuber としてはさ。ただ、たくさんの方に見てもらえなかったとしても、本当に自分のことをこう、まあ、慕ってくれてて、で、そこから何かを感じたい、頑張ろうっていう、なんだろう、エッセンスをもらいたいと思ってる子たちには、ちゃんと伝わるような動画にしたい。そのためには、ぶつ切りするより、多少間延びしてしまうだろうけど、きちんと自分の言葉に体温を乗せて伝える方が、このチャンネル、まあ、教育やってるから余計にね、このチャンネルにはいいんじゃないかなと思ってずっとこだわってるの。でも、
まあ、7年もやってるからさ、そのこだわりっていうところが変化しないものになってしまって、まあ、さっきも言ったように、それが自分の成長を妨げる、このチャンネルの成長を妨げるようでは良くないよな、というのがね、やっぱりずっと葛藤。まあ、実際答えは出ないんだろうね、とは思うんだけどさ。そうそう。そんなこんな思ってるわけよ。でも、ちゃんと伝えたいんだよね。そう。本当はね、極力テロップとかまま入れない方がいいのかなと思ってんだけど、でもテロップは、自分が喋ってることを伝える上で補助してくれるものだからと思って、まあ、昨日ね、投稿したもの、新学年変わりたいかいみたいなやつには多少入れるようにしたんだけど、まあ、これからも少し入れると思う、テロップに関しては。まあ、時間の制約はあるかもしれないけどね。そうそう。でさ、その、この感じどうですかっていうところもちょっと関わってくるんだけど、実は今日のダラダラジオどうだろう、いつも聞いてくださってる方は少し雰囲気が違うと思う方もいるかもしれないですね。実はダラダラジオに関しても、まあ、こんなに長く続けるとは正直思ってなかったわけよ。277回って多いみたいなね。で、結構ま、2年3年とかで、ね、いつも何年目になった時に節目で終わりにしようかなと思う時もあったの。で、特に最近はさ、その顔出しで喋ってるでしょ。テーマ決めて喋りたいことは、そっちで喋っちゃってるから、もともとダラダラジオで喋ってた内容も顔出しで喋っちゃってるから、じゃあダラダラジオの意義ってなんだみたいな。差別化した時にね。って思ってたの。で、最近、もうここずっとダラダラジオも極力、たくさん見てもらえるようにしたいなとかっていうなんか変な数字を取りたいみたいなとかちょっと思っちゃってて、正直。で、まあ、道に迷ってたわけ。どうしようかなって言って。で、今日ね、このダラダラジオから少し思ったことがあって、ダラダラ喋るラジオじゃんみたいな。だから、もう、一発撮りでいいや、と思ったの。どういうことかっていうと、例えば失敗してしまったりとか、途中でくしゃみをしてしまおうが、いいじゃん、っていうのをね、思ったのね。で、これね、思ったきっかけがちょっとおかしいんだけど、実はこの前、本当のラジオに出てきたの。あ、ツイッター、あと、あれか、コミュニティ機能でもあげたけど、そう、ラジオにのね、収録に行ってきた。そう、初めて。4月22からの1週間ね、そのラジオちょっと出るんですけど、自分が。まあ、もともとすごいラジオっ子だったからさ、ずっとやりたかった仕事、ラジオね。やりたかったら夢叶ったよとか、まあ、いろいろ思ったんだけど、そこはちょっとはしょるわ。今回ね。で、それやった時に、まあ、いつか実はね、自分このダラダラジオみたいな学生のみんなが聞いてくれる、本当のラジオ番組を持ちたいなって、実は夢なの。それ思ってる、ずっと。これは、でもね、40歳ぐらい、40代だね。もっと先、もっとちょっと自分の、まあ、人間的になんか渋さというか厚みというかね俺が言うと安く聞こえるかもしれないけど、そんな風なもう少しこう人間性に飛んだ時の時になんかできたらいいなとは思ってて、まあ、もちろんこんな緩くしちゃダメなんだろうけどね。だからラジオやらせてもらった時にやっぱり自分の好きなようにやってくださいみたいな話だったの。まあ、実際さ、そのラジオは緊張しちゃって全然うまく喋れなかったんだけど、でもこのダラダラジオって実はまあそんなにね、再生回数見てもらえたらわかるけど、めちゃくちゃ見てもらえるものではなくって、ただ好きな人は本当好きでいてくれてるの、このダラダラジオだって。俺のチャンネル見てるけど、ダラダラジオのために登録してますって人結構いるからね。それぐらいそのコアなファンの人が実はいるところで、だから今回のこの変化がさ、そのコアなファンの方にとっていい変化かどうかわからないんだけど、もううまく喋ろうとかもうどうでもいいやと思って、そう、何かっていうと自分の一番素でいれるところがここでいいかなと思ったのね。だから例えばうまく途中で喋れなかったり脱線しようが、途中でテンション下がっちゃおうがいいやと。で、今まではもう見てもらえるように短い時間と思ってダラダラと最近すごい短くしてたの。それもいいやと。でも大体ね、みんなね、勉強の休憩に聞いてますとか、結構、主婦の方、成人した方がね、ダラダラジオ好きな方が多くって、家事やりながらイヤホンで聞いてますとかって方も結構いてね。作業で聞いてくれてるんだったら、なおのこと、ダラダラしても許してくれるんじゃねえかっていう甘えなんだけどさ。そう、だから、まあこれからは、基本的に一発撮り、一番緩く、この声のトーンも、
全然俺張ってないからね、今ね。これ結構地声に近い。まあもうちょっと地声低くなるけど、多分。かなり地声に近い感じで、まあ、こんな感じでやらせてほしいなと思います。まあ、もちろん、今回この感じどうですかって皆さんに振ってるから、で、コメント欄見させてもらったりとかして、あ、やっぱり前の方がよろしい感じって思ったらね、戻すよ。それはもう、戻すけど。でもまあ、だらだらとほんと喋って、自分が思った方向にね、この時間を使わせてもらえたらなと思います。それで、それがみんなにとってさ、ちょっと、ふって息が抜ける瞬間になったら、すごくこのダラダラジオの意味があるかなと思っててね。まあそんなこんなですよ。まあ話がまとまらないのはいつものことなんですけど、お茶飲んでいいですか？ そこまで自由はダメかな。 ちょっと喉痛くて まあ、みんなもさ、ま、ちょっと冒頭の話に戻っちゃうんだけど、こだわりっていうのはすごく大事なわけよ。それはね、やっぱ、ブレちゃうから。こだわりって自分の芯の部分だと思ってるんで、芯って、まあ、なんつうんだろう。木の幹で例えると幹だね。太い幹の部分だわ。だからそこがブレちゃいけないんだけど、でも、私ってこうじゃなきゃいけないよねとか、俺ってこうあるべきだよねっていうのって、たまに邪魔になることもあるからさ。だから、まあ、自分も、授業動画も編集しないがこだわりなわけよ。それはね、未だに、こだわってるんだけど、まあ、実はね、今年やろうと思ってるある自分の一個シリーズ、今ね、ちょっと構想練ってるやつは、授業動画だけど、ちょっと編集入る。のね。まあ、それも一個の変化ですわ。と。ただ、大事なことを、まあ、なんだろう。それはこだわりを変えたっていうよりも、それも一個のこだわりなんだわ。編集した授業動画をちょっと作ろうと思ってる一個のあるこだわりがあって。でも、それがみんなにとって必要なものかどうか、もしかしたら今も授業動画、中高生、俺のね、学校の勉強する授業レベルの、この授業動画も編集した方が、おそらくね、見てもらえると思うよ。再生回数伸びると思う。だからこれからね、教育 YouTuber やる方はね、編集した授業やった方がいいかもしんない。もしかしたら。の方が、いいのかもしんない。どうだろうね。答えなんて見つかんないんだよね。実際やってみないとさ。でも、授業動画は、特に、まあ、自分も撮り終わっちゃってるけど、ほとんど。学校の、授業レベルのシリーズ、今、数3とかさ、中2数学とかシリーズあるじゃないか。あれは、本当学校の授業と同じような流れでやりたいからこそ、編集は絶対しないって入れてるものなので、それは変わらない、これからも。それが、もしかしたら時代遅れとなるかもしれないけれども、まあ、今はそのままでいたいなと思ってる。だからみんなもね、生きていく中で、まあ、もちろん今、この話が、今の君にって言ったら、今のみんなにね、響かないものであったとしても、いつか、そういった壁に、何かしらをね、頑張ってる時に壁にぶち当たることがあるかもしれないので、まあ、緩やかな、芯というか、これね、言葉がうまく言えなかった。本当これダラダラするね。ちょっとね、怖くなってきた。いつもこんなダラダラしないように喋ってきたからダラダラジオなのにね。ダラダラ喋っちゃってんだけど。こう、幹の部分っていうか、その部分を、ごめんね、びっくりした。その部分を、硬くなっちゃうとさ、折れるんだ。例えばさ、鉛筆とか、ちょっと待って。どうした？どうした？見た、あ、だめだめ。そっかそっか。よっしゃ。嫌な夢見た。起きちゃった。大丈夫？ぎゅう。どうした、どうした、大丈夫？ごめんね、こんな時間に動画撮ったら。一緒に寝るか。ちょうど動画回ってる？回ってる。せっかくだから、みんなにおやすみーって。おやすみー。ありがとう。